はい、こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、レトロフリークにレトロゲームをインストールしていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。またね、メルカリでね、ゲーム買いました。合計12本のセットですかね。ただね、結構ね、持ってる、すでにね、所有しているソフトがあってね、3本ぐらいダブルになるんだよな。今回ね、12本のうち半分やっていきましょうかね。はい。どっちからやろうかな。まあ、こっちやりますか。はい。まだね、開けてなくて、プチプチでね、ちゃんと包んでくれてるんですよね。こういうの、やっぱり、しっかりしてますよね。はい。まあ、ただね、この12本ね、ジャンク品らしいので、ひょっとしたらね、起動しない可能性もあるのかな。ね、あるかもしれませんよね。はい。まあ、それでね、ダブルに関してはね、今度、ブックオフかどこかで売ってこようかなと思ってます。はい。いくらで売れるのかな。レトロゲーム、まだ売ったことないんだけどね、いくらで売れるのか、楽しみはね、10円ぐらい。1本10円ぐらいかな。まあ、ちょっと行っていきますね。今回プレイするゲームはね、お坊ちゃまくんね。はい。全部ファミコンですね。お坊ちゃまくんと、ビーバップハイスクール、高校生、極楽伝説。これ持ってるんですよね。すでにインストールしてるんですけど。まあ、一応起動するかね、確認しましょうね。まあ、それでこれ先日プレイしたパックランドね。パックランド。あと、たけしの戦国風雲児。これ全然やったことないな。ダウボーイ。これも全然知らない。あと、魔境の鉄人レース。バツ&テリー。バッテリーやね。野球の漫画だったっけ？バッテリーって言ったら。僕は見たことないんだけどね。まあ、それで何から始めていきましょうか。まずダウボーイからいきましょうかね。はい。いきまーす。アムロいきまーす。全然似てませんよね。はい。入りました。ね。すんなり入りましたね。このゲームは1985年だから、まあ、だいぶ初期の頃のね、ゲームなんですけど、僕は全然知らないの、このゲーム。どんなゲームですか？今回ね、まあ、ダブってるやつはもちろん知ってますけど、知らないゲームが多いんですよね。まあ、楽しみですね。ダウボーイ。おー、なんか古そうなゲームやね、これね。なんだこれ。音がしないよ。まあ、ゲーム A で行きましょうね。はい。何これ。何これ。レフト5って5、あと5機ってことだよね。タイム5分。何これ。あ、これ銃とか取らないとダメ。なんか、はしごを取ったら、あ、ちょっと怖い怖い怖い。なんかこれ、なんかね、戦闘ゲームか。よし。お、あ、あ、結構単純なゲームやね、これね。はい。ああ、なるほどね。はい。危ない。こういうのは、やっぱり、ねえ、卑怯ですよね。ああいうのなんだ、安全地帯みたいなとこからさ、攻撃して。これ、ね、入るの重要ですよね。はい。あ。面白いね、これね。はい。ただ説明書ないと分かりづらいかな、これな。おいし。あ、ちょっと。何やってんの、これ。よし。一面ぐらいクリアしたいね。ちょっと、なんで出ないの、なんで出ないの。押してるじゃん。押してるじゃん。みんな言うよね、押してるじゃん。これ最初から、あ、出るよね。なんかボタンが効き悪いな、これな。なんか知らないけど。ボタンがよく効かないですね。なんでだろう。コントローラーが悪いのかな？なんで？ちょっとね、コントローラーがおかしいな、これ。ちょっと待って待って待って。いやね、コントローラーがおかしいような。ノーンってことは何も持ってないってこと？なんか取らないといけないんだ。まあ、取っても、ね、出るね。なんだろうね、これ。よくわからないね。コントローラーのせいかな？
コントローラーが悪いってことはないと思う。まあやめましょうね。はい、ちょっとあれコントローラー変えた方がいいかな。うん、コントローラーがおかしいってことはないと思うんですけど、なんかね反応が鈍いですね。うん、これねレトロフリークの純正のコントローラーでやってるんですけど、まあ、ちょっとね操作しにくいというか滑る感じがあるんでね、前から言ってますけどちょっと操作しにくいですね。うん、ダウボーイ、これはやっぱり昔のゲームやな。1985年って言ったら俺が小学校のね中学年ね、ファミコン買った年がだから1984年ぐらいだからね。うん、スーマルが出たのが1984年5年ぐらいでしょうね。そりゃ昔のゲームだよなこれな。うん、まあ、ダウボーイと、まあ、それでねおぼっちゃまくんやりましょうかね。おぼっちゃまくんって言ったらねえ、僕はだからこれおぼっちゃまくんって言ったらどれぐらいになるんだろう。中学生ぐらい、小学校の時やってたかな、ちょっと覚えてない、あんまり見てないねおぼっちゃまくんはね。はい、テクモさんがね作ったゲームなんですね。はい、これアクションゲームだったらね楽しめるんだけど、アクションゲームを期待します。全く知らないねこのゲームは。結構ね、売れたんでしょうね。売れたのかどうかわからないけどね、なんか、安価でね、出回ってるということは、ね、売れたってことでしょう、大体ね。うん。まあ、それでね、ね、収益化のことについて、ね、ちょろっと話したりしましたけど、最近ね、YouTube でも収益化が、ね、停止っていうかさ、なんか、バンっていうわけではないのか。収益化がなんか無効になったりすることが多いらしいですね。なんかゆっくり実況なんかね、なんかバンじゃないんだな、収益化無効になったりするんでね、なんかすごい厳しくなってるっていう話を聞きますね。うん、初めからやりましょう。あ、これロープレなんだ。僕もね、人事ではありませんよね。うん、いつ収益化無効になってもおかしくないんで、うん、あれ初めからやりましょう。ヨカバイ、何これ、参加人数、まあ、1人だよね。はい何これこれでいきましゅう。集めると奇襲してもらえるかじゃ。ちゃんと日本語喋ってほしいなこれな。ああ、可愛いね、こんな可愛い子いたっけ、おぼっちゃまくんで。結婚するときにパパからプレゼントされたダイヤモンドをママったらなくしちゃったみたいなの。二人の思い出が詰まってるの、ママかわいそう。うわぁ、そうか、一大事じゃ。さまよちゃんが困っておるぞ。行け、草の根分けても探すんじゃ。ちょっと登場人物が全然わからないな。おぼうけの人工衛星レーダーがたった今捉えましたでした。アフリカ南部のケープタウンの港近くの茂みに落ちております。アフリカまで行くのこれ、何これ、ボードゲームなんだこれ、ね、世界地図、アフリカまで行くんだ。何これ、あ、香港行きましょうかね。はい、地点を引いてなんかね進めるんやね。あ、何それ、どこまで行った、すごいゲーム、全然わからないな、これ。なんだろう、このゲーム。これは、なんかよく
動かないね、これ。ただいまの順位。ドクロ様でしゅ。もうやめよう。ごめんなさい。ちょっとよくわかんねえよ、これ。ついていけないわ。うん。これはだから、何年に発売されたゲーム？あ、そうか、1991年とかなんだ。もう。ねえ、そりゃ、あれだよね。ごめんなさいね、ちょっと。何やってんだ。そっか、1991年って言ったらもう俺、あれだもんな。高校生だもんな。おっちゃんくんはそんな、まあ、見てないですね。だから、登場人物とか全然わからんから、まあ、あのこっちゃ全然わからんな、これ。ねえ。すごいゲームやね、これね。はい。まあ、ちょっと、それでちょっと、ビーバップハイスクール、ね、これ、もうすでにインストールしてるんですけどね。はい。まあ、起動するかどうか試してみますね。はい。僕はビーバップハイスクール世代ですよ。うん。小学校の時よく見てました。うん。あれ、全然入らない。あ、入りましたね。はい。うん。僕はこれは、ビーバップハイスクール大好きでしたね。不良に憧れてましたからね。まあ僕はね、野球の道に入ったんで不良にはなりませんでしたけどね、結構ね、映画もね、友達と見に行きまして、渋谷まで行ってね、友達と見に行った記憶がありますね。なんか、ビーバップハイスクールのね、中山美穂とか出てたけどね、うん、中村徹と、加藤博士は誰がやってたっけ？ね、覚えてないな。うん、ちょっとやりましょうか。はい。中間徹。ね、中村徹がやってたんですね。加藤博士は、ちょっと名前が出てこない、かっこいい人ね、うん。これ的場浩司とか出てたよね、映画で。的場浩司とかすごいハマり役でね、面白かったな、あれ。あれ、だから今、Amazon のプライムで見れたりするんでね、ビーバップの実写の映画ね。あれ面白いよな、見てたら。昭和を思い出すわ。あ、懐かしいね、これね。前川だったっけね。女たらしの前川ね。北高の信号。前川信号でしょ、これ。キクリン出てくるかな、キクリン。僕もね、これ言ったら、見バレにつながるかもしれないんで、あんまり言えないんだけどそう、これがだから加藤博士だよね。はい。これロープレなの？俺あまりプレイしてないんだけど、ロープレなのかな？このゲーム自体は全然知らないんだよね。うん。ね、これがだからね、なんだっけ、あるじゃないですか。不良のね、クニオくんでしたっけ？あんな感じのね、アクションゲームだったらね、もっと面白かったと思うんだけど、これ、RPG みたいな感じなんだよね、確かね。だから、そんな評判は良くないですよね、このゲーム。こいつね、射程のね。あ、こいつが射程ののぼうだ。ね、金子のぼう。懐かしいな。え、こういう時代があったの、本当に。僕はこういう時代、どうなのかな？ねえ、こういう人いたのかな？ちょっと時代がずれるのかな？だから、ビーバップ流行ってこと、頃は僕は小学生だったんで、ちょっと時代が違うのかもしれないな。こういう人は別に出会ったことないな、俺は。ああ、女の子ね、はい。話す。あ、これあれか。なんだっけ、純子か。ね。寝るとかあるね。寝る。寝るならちょっと。ちょっとやめるか。懐かしい、1988年か。これだから、なあ、ゲーム出たのは小学生の頃じゃないんだな、これな。
まあビーバップハイスクールは面白かったですよ。うん。まあそれで、あとね、3本ですね。パックランド、まあ一応、まあ前回やりましたけど、ちょっと入れるね、はい。うん。あ、入りますね、はい。これ前ちょっとやったんだけど、面白かったよね。うん。これ憧れのゲームなんでね。あ、途中から始まるわ。またね、再プレイします。はい。これ十字ボタンでね、動かすんじゃないんでね、難しかったりするんですよね、はい。危ない、危ない、あ、二段ジャンプできるね、これ。あ、う、そうか、踏めるんだ。知らんかった。踏めるんだね、これね。あ、当たったね。なんか最初にプレイした時より下手くそになってる。危ない。当たってねえってちょっともう一回やらせてください。もう一回やらせてください。はい。あれ、最初プレイした時は3面ぐらいまで行きましたよね。やっぱ慎重に行った方がいいんですかね。踏めるんだな、これね。よし。危ない危ない危ない。よし。危ない危ない危ない。これね、ちょっとね、感性の法則が働くんでね、難しいですよね。これ取ったらね、ね、敵を食えるようになるんだよ。ゴーストが出てきたとか言ってたけど、食えるんだよね、これね。グランドはだからなんかコメントでありましたけどね、アーケード版がすごいリアルでね、ちょっとファミコン版にはがっかりしたっていうコメントがあったんですけど、僕もそういえばアーケード版でやったことあるかもしれませんね。まあどういう裏かっていうのは正直覚えてないけど、やったことあるかもしれませんね、アーケード版ね。当時はだからファミコン版よりね、アーケード版の方がね、グラフィックはるかに綺麗だったんで、ゲーセンも面白かったよな。ゲーセンとかもね、昔はいっぱいありましたよ。今ないもんな。みんな潰れていきましたからね。危ない。もうなんだよ。まあ面白いですね。こういうのでも100円とか50円でやってたからね。安いところは20円ぐらいのがあったけどね。だいたい50円か100円じゃないですか。まあ、高いわな。みんな、やらんようになるわ。そりゃ、ファミコンとか出たからね。お金持ちしか、できなかったよね。ゲームセンターでゲームなんて。今なんて、やっぱりね、いろいろ YouTube でも動画見ますけど、やっぱり生活苦しい人多いからね。ゲームセンターなんて、無理だよ。10円ぐらいじゃないと。ね。僕もだからね、バッティングセンターやってね、バッティングセンター作ってね、そこにさ、ゲームコーナー置いてさ、そういうのを経営するの夢だったりするんですけど、ねえ、まあ、バッティングセンターなんて土地代めちゃくちゃかかるから、まあ無理なんだけどね、そんなのは。そういう、やっぱり、楽しかった記憶があるんでね、そういうね、施設がね、今ないですよね。さて、魔境の鉄人レース、バッツ&テリー行きましょうか。はい。これね、バッテリーっていう意味だと思うんだけど、バッツ&テリーってことは、ちょっとわからないな。漫画読んだことないから。あ、一発で入りましたね。はい。ちょっとごめんなさい。一旦切りますね。はい。はい、それでね、言い忘れてたけどね、この12本のセットの価格ね、1900円だったかな？ 1800 円。1900円、どっちだっけ
まあどっちでもいいですかね。はい。なんか200円のね割引券があったんで、まあ、それ使ってまたねコンビニでねあの支払いしたんで100円プラスだったんですけど、まあ、結局だから合計で100円安くなったのかな。それで1900円だったかな。はい。うん。まあやっていきましょうね。バッツ&テリーね。はい。インストールします。これ野球ゲーム。どんなゲーム？これクソゲーで有名なゲームかな。今回買ったソフト、ほんと知らないゲームばかりですね。もう一つの詰め合わせの方にね、アルカノイドがあるんですけど、アルカノイドはさすがにやったことあるんですけどね。うん。あとは、全然知らないね。バツ&テリーとか。1987年だ。ね、俺この漫画読んだことないんだよな。タイムリミット2分30秒。何それ。え、これも不良の感じか。ね、アクションゲームだ。へぇ。ボール投げるんだね、これね。ああ、これ面白いじゃん。こういうゲーム好きだよ、俺は。こういうゲーム好きだよ、俺。ね、ボールを投げて、なんかインベーダーみたいなのを倒していくみたいなね。こういう工場裏のさ、なんか、昔こういう建物があったんだよ。ああ、バイク乗ってくるんだ。これ面白いじゃん。俺こういうゲーム好きなんだよね。危ない危ない。おう、やっぱり不良ゲーだ。ね。野球やりたい気持ちもあったけどね、やっぱりこういうアクションゲームのがね、やっぱ面白いよね。うん、まあ別に操作性もね、そんな悪くないし、まあ、球がなんかあちこち行くのがね、ちょっとよくわからない。これ倒せないね。なんで？おう。お、すごいね、これ。面白いじゃん。あ、一面クリア。やりました。はい。やりました。バンブーグローブ。バンブーって言うか竹？竹のグローブ。よくわかんねえな。何これ。あ、倒せますね。はい。あ、竹林みたいな感じか、これな。うん。あ、これな、なんか叩けるんだ。マリオみたいな。知らんかな、そんなの。へぇ。あ、犬も倒すの？ちょっと、犬は倒したらダメでしょうね。これ面白いね。これクリアまでやりたいね、これね。これでも下とか行けるの？これひょっとしたら。そういう迷路的な？へぇ、迷路的なね、なんか、あるんだね。へぇ。なんて言うんだっけ、今流行りの、なんて言うんだっけ、全然出てこない。あれ、行き止まりですよ。戻りましょうね。あれ、戻れない。これ、どうやって行くの。ちょっと待ってくださいね。あ、行けるか。行けますね。はい。これ下落ちたら死ぬんじゃないの？あ、いけるか、いけるね、よし。ねえ、これ、アルゴスの戦士みたいなグラフィックでね。おぉ！あ、一応だから、これ体力減ってるんだ。ねえ。これ体力減るの？取れるの？敵じゃないの？あれは。これ何？あ、やっぱやられるんだ。あ、なんか変わったね。これテリーの方、バツが死んでテリーが出てきたって感じ？ちょっとわからないんだけどね。おぉ、猿もやっつけるのかよ。すごい世界観ですね、このゲームね。はい。ちょっと不良は倒せないな。一発では倒せないんだ。なるほど。ねえ。あ、ロープに捕まってね。はい。ああ、なるほどね。はい。これクリアだ。言われました。二面クリア。ディムバース。なんか下水管みたいな。あ、落ちたらあかんがな。落ちたらあかんがな。これ難しいね。どうやって行くのこれ。上から行くんか。上行けないよな。どうやって行くんだろう。途中でジャンプとかできないし。
え、どうやって行くのこれ。こうやって行くんだ。なるほどね。なるほどね。あー、やっぱり。あの、車はやっぱり耐久力あるかな。こういうね、昭和の時代ですよね。昭和の時代こんな感じだったのかな。うん。下水管とかにね、あの、不良がたむろしてたんですかね。いや、これは面白いんじゃないですか。うん。僕はこういうゲーム好きですね。うん。タイトル画面がすごいね、なんか、爽やかな風景なのに。中身はなんかね、はい。あ、それ最後ですね。たけしの戦国風雲児。ね、たけしの挑戦状はね、僕もね、あの、購入して、結構ね、プレイしましたけど、たけしの戦国風雲児って全然知らないな、俺。あ、入りました、一発。1988年だから、結構古いゲームですね、はい。これやったことないよ、ね。たけしの挑戦状はね、僕は攻略を向かってね、クリアしようかなと思ったんだけど、クリアできなかったな、あれ。ヒンタバ島だったっけ。ね、昔よね、竹町はね、たけしの戦国奮時。あ、これもなんか、あれか。あ、ちょっと待ってください。なんだよ、これ。これもボードゲーム系ですかね。黒丸。そのまま東にしよう。そのままにしようか。東丸。僕はそのまま東あまり好きじゃないんですよ。東ね、はい。あ、そのまま東をね、ぶっ飛ばしてやりましょうよ。ね、はい。黒丸よ。どの駒を使うんだい？うん、これ、ラッキューやな。これが、だから、なんだっけ。ラッキュー使うか。ラッキューだけわからない。うん、東丸。東って言ったら、これ、大森歌右衛門じゃないの。これ、あれだよ。義太夫か。ね。これは、松尾番内だ。ね、はい。これ一応たけしさんなんだろうね。これね、ビートたけし。大江戸ビートポップ、サムライサンバ。戦場のメリーさんの羊、これがいいや。東丸は、まあ何でもいいね、はい。サイクロ振れよな。6です。3です。どのゲームで遊ぶんだい？日本、銃弾ゲーム。まあ、それにしましょう。はい。この頃はボードゲームが多かったんだね。うん。なんか今回のセット、ボードゲーム多いな。あ、ちょっと、カエルのとこに止まろうな。え？あ、沼に落ちて一回休み？なんか、あれだな、操作が、ボタンが効かないんだけど。あれ？コントローラー効かない。なんで？ちょっとごめんなさい。ちょっとよくわからない。コントローラーが効かないわ。ゲームのせいかな。ちょっとグダグダして申し訳ないですね。あれなんでだろうね。さっきもおかしかったんだけど。ちょっと他のゲームやってみようか。
ごめんなさいね、ちょっとグダグダしてしまって。まあ、このゲームね、この動画、まあ、ね、ゆるい動画なんで、まあ、ご容赦ください、はい。本当、こういうね、レトロゲームのね、タイトル画面見ながらね、ワクワクしますよね。うん、本当になんか癒されるというかね。僕本当に小学校時代って楽しい記憶しかないですね。本当に幸せな小学生生活ね、送らせていただいたんで、もう本当にファミコンとかいい思い出しかないんだよね。うん、だから、ね、大人、中年になってファミコンを集めてる人ってみんな、ファミコンにすごいいい思い出が、ある人ばっかりなんだろうね。うん、僕はもう本当いい思い出しかないね。うん、あれなんでだろうな。もう一回やろうか。ごめんなさいね。ちょっとあれ。やっぱり池田やな。この頃のエース池田だよ。うん、ちょっと萌えプロで試すのはやめといた方が良かったね。あれ普通に動くよな。なんでだろうな。あれカセットのせいなのかな。そんなことないよね。うん、普通に動きますね。うん、なんでだろうな。動くなぁ、ねえ、こういうのでね、エラーするんだよね、これね。こういうのでよく遊んでたな。まあいいや、もう。というわけで、今回これで終了しましょうか、はい。ね、長々とやってもね、あれなんで。はい。まあ、それで、ね、現在、ゲーム数が218本。目標の300本までね、82本ですか、はい。まだ1ヶ月10本じゃ足りませんね、はい。というわけで、今回ね、これで終了します。またね、まだ、6本ありますんで、また続き撮ります。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。